こんにちは、四日町親和会です。それでは四日町親和会の自治会活動を紹介させていただきます。我が自治会は栗駒岩ヶ崎地区の中でも116世帯と少ない地区で、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯も多くなっており、いろいろな意味で公助、共助が必要な地区となっております。自治会活動において若い世代の参加が思わしくなく、世代交代をどのようにしていけばいいのか悩み、今後の自治会活動について危機的状況を感じていました。それがどのようにして世代間を超えた活動につながったかをこれからご説明いたします。ところで四日町ってどこさんという人たちのために簡単に説明します。栗原市には名峰栗駒山があり、その麓に岩ヶ崎地区があります。岩ヶ崎地区の東側にあるのが四日町です。古くは鶴丸城の城下町として栄えた岩ヶ崎、現在は城跡は見晴らしのいい綺麗な公園や散策道が整備されています。さて、その岩ヶ崎に半世紀時代から、一説には300年前から続いている栗駒山祭りがあります。ではその栗駒山祭りを核とする自治会活動を説明します。栗駒山祭りは毎年7月の最後の土曜日に宵祭り、日曜日に本祭りが開催されます。子どもたちのお囃子共演会や一斉演奏、さまざまなふるさと芸能、みこし、協賛行事として栗原よさこい祭りも開催されています。観客動員も多い、とても盛大な祭りです。ご覧になったことがない方、または最近見てねえなあという人は、これを機にぜひお越しいただいてご覧になってください。この山車は各旧地区毎年新しく作り直します。毎晩仕事が終わり次第、7時頃から10時頃まで作業します。山車の制作期間は各地区平均して約1ヶ月ぐらいですが、構想や制作の段取りを含めると相当の日数を要します。地区の皆さんの協力はもちろん、子どもたちのお囃子練習も含め、まさに自治会が総がかりで対応しています。さて、自治会の存在理由の一つが栗駒山祭りのためにあると言っても過言ではありません。山祭りは私たちにとってそれほど大きな存在なのです。9つの自治会行政区で毎年それぞれ山を制作し、参加運営することは容易なことではありません。それを何十年も一地区も欠けることなく続けていることは、四日町親和会のみならず岩ヶ崎地区全体の誇りなのです。このような中、我が四日町親和会は3年連続で市長賞を受賞しております。ご覧いただいている山車はこの3年間市長賞に輝いた山車です。しかし、つい数年前までは制作者の減少、固定化、さらにはマンネリ化によるレベルの低下、四日町親和会の山車はどこの山車よりも劣ると酷評されたこともあります。また四日町の子どもたちが恥ずかしがり、四日町の山車に近づかないということもありました。それがここ数年で3年連続で市長賞を受賞するまでに劇的に変化しました。現状を変えようとする若い世代の数名が山車作りに参加するようになりました。そして若い世代の感性を積極的に受け入れ、制作の主導権を委ねることにしたのです。若い世代はその信頼に応えるべく使命感を持って十二分に力を発揮しました。そして友人や知り合いに呼びかけ、少しずつ若い世代が参加するようになり、
あっという間に政策の主体は若い世代に移行しました。その結果、だし作りを通して世代間を超えた絆と誇りが生まれたのです。若い世代は伝統技法を受け継ぎ、新たな発想も取り入れ、これまで政策を担っていた世代は若い世代を支え、共に自分たちが誇れるものを作ろうという一致した考えのもと、世代を超えて楽しく共に政策をしています。若い世代が出汁の政策に関わるようになって変化したことは他にもあります。岩ヶ崎地区市民運動会にもこれらの若い世代が参加するようになったことです。それまでは運動会への参加者は少なく、成績も低迷していましたが、出汁作りを契機に自分だけではなく奥さんや子供たち、両親も一緒に参加するようになりました。四日町地区親和会は岩ヶ崎地区市民運動会でも平成25年から27年まで3年連続で優勝することができました。今年は惜しくも準優勝でした。出汁作りへの参加が市民運動会への参加につながり、さらには清掃活動や防災活動などの自治会活動にも若い世代が積極的に参加するようになりました。では次の活動事例です。世代を超えた交流を目指して、四日町親和会区民祭りの開催です。全区民を対象とし、これまでの自治会活動への協力に感謝し、さらなる団結を図るため初めて区民祭りを開催しました。ご覧になっているメニューのほか、ウィング付きトラックの荷台をステージにしてカラオケやビンゴを行うなど、豊富なメニューとプログラムを用意しました。また自治会組織の班と若い世代がそれぞれ得意な分野で役割を分担し、既存の組織と若い世代の連携により運営も世代を超えて行われました。さてその成果は。世代を超えて大いに盛り上がりました。一人暮らしの高齢者の方、高齢者のみの世帯の方、また家族3世代で参加した方もあり、子どもから高齢者まで楽しまれ、大盛況に終わりました。大好評な企画でしたので、次年度以降も継続していく予定です。次に四日町敬老会の開催です。四日町地区では毎年9月中旬に合同で敬老会を開催していますが、我が地区では20年以上前から岩ヶ崎地区の敬老会の他に独自に敬老会を開催しています。四日町の高齢者にとっては、岩ヶ崎地区の敬老会とはまた違ったアットホームな雰囲気の敬老会をとても楽しみにされています。今年も笑いありのとても楽しく大いに盛り上がった敬老会でした。今後も継続していきたいと思います。最後にまとめです。四日町親和会はこれからも世代を超えた交流を行い、絆を深めていきたいと考えます。そして出汁作りにかける地区全体の情熱を出汁祭りだけに終わらせず、日常の自治会活動に生かしていくことが重要だと考えます。常に高い意識を持って出汁作りを核とする自治会活動をし、そして次の世代も継承していきたいと思っております。もう一つのアピールポイントが、本日会場にたくさんの応援の方々がおいでいただいておりますけれども、一気にこのように町内会が一丸となって活動行動していただいていることです。本日おいでの皆様も機会があれば我が自治会活動にご参加いただき、何かヒントが見つかり、皆さんの自治会活動がより活性化され、ひいては栗原市全体の活性化につながる一助となれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。